いたしました。4月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。今日のゲストはこちらの方です。アルベです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はじめまして。はじめましてです。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして、なんとですね、はい、今日は記念すべき、この走れ歌謡曲に初出演なさるということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。実はですね、先週の走れ歌謡曲も、聞いてくださっていたっていうふうに。頑張って起きてて。聞かせていただいて。どの方の声かななんてこう聞いてたんですけど、はい、こんな声ですいません。いやいやとんでもないです。心地よくて、多分40分ぐらいは聞いてたんですけど、はい、寝ちゃいました。寝ちゃいました。すいません。でも嬉しいですね、はい、その3時に起きて聞いてくださったなんて嬉しいです。はい、今日はね、はい、短い時間ではありますけども、はい、また新曲のお話も含め、はい、たっぷりとお伺いしたいなと思いますので、はい、お願いいたします。お願いいたします。もともとですね、はい、1994年に鶴岡真希さんとして演歌歌手デビューをされたんですけども、はい、2000年に、アルベに、はい、改名ということで、はい、どういったこう理由で改名されたんですか？事務所を変わることで名前を、はいはいはい、そうなんですね。いただいたんですが、たくさんの皆さんからですね、はいはい、お名前の由来は何なんですかということなんですけども、これ名字とか名前とかそういうのじゃなくても、じゃないです。アルベさんですね。アルベだけです。っていうのは、はい、アジアにあたり行って、歌も名前もとどまり、はい、アジアの歌姫を目指してということで、ちょうどに、21世紀に入るときに、名前を変えたので、はい、そうですね、2000年ですもんね。はい、そうなんです。はい。で、それでアジアの歌姫を目指して、はい、いただきました。漢字で書くと、アジアの兄、はい、ルモイのルに、はい、ルモイのルでわかるかな、はい、とどまる、はい、はい、に、へん、あたり、へん、へんみまりさんのへん、はい、そうですね、はい、ちょっとこう説明が下で申し訳ない。いいえ、とんでもないです。わかりやすいです。はい。でもですね、こちらの方も、千葉県にお住まいの、石井博之さん、はい、それから、鶴ヶ島市にお住まいの長島文治さんも、はい、この新曲、名前の由来は何ですかということでね、メッセージも頂戴しておりましたし、ありがとうございます。そして、はい、また全然話変わるんですけども、はい、最近ハマってらっしゃることがあるということで、はい、はい、ゴルフを、ゴルフです。ゴルフを、はい、結構昔からやってたんですか？いや、違います。1年と8ヶ月ぐらい前、ちょうど、はい、記録してるのがすごいですよね。1年8ヶ月前からハマって、はい、そのきっかけは何だったんですか？きっかけは知り合いの方に行かないかっていう、いきなりコースですか？そうです、コースです。やってると思ってたみたいで、そうで、全然何も知らないのでわからないですし、はい、何も持ってないって話をしましたら、僕はこれが楽しみなんだよ、ファンの方なんですけど、はい、じゃあ一緒に回るように頑張るねってことで練習を始めて、はいはい、で最初からコースに行っちゃう、なんと、最初は声もの知らず、はい、打ちっぱなしだったりとかでこう練習するのなんじゃないかと思うんですけど、すね、はい、最初からコース、そうで、コースの、練習場みたいなところで練習して、はい、最初からいい感じでしたか？そうですね、まあまあ、そうでした。なんかセンスがあるんですね。あるんですかね。っていうか、スポーツ全般的に何でもやるんですよ。あ、かっこいい、はい、その中でも一番最近ハマってるのがゴルフと。はい。なんか球技とかはどうですか？球技は野球もやりましたし、野球はい、でボーリングもずっと長くやってたんですけど。ボーリングも球技ですもんね、はい、ボーリングも長くやってらっしゃったんですか？はい、結構長いことやりましたね。ハマるんですよね、すぐ。で、ハマるんですけど、ある程度行くと、はい、まあ、できちゃうとやめちゃうんです。ちなみにボーリングのスコアはどれくらいですか？いい時で、だいたい100、50ぐらいです、ね。150？ はい。だから本当はボーリングと、ゴルフが逆になるといいんですけど。もう、はい、本当に聞いたもののですね、全くボーリングをちょっとやらなくて、聞いてすごいぐらいわかんないというのがちょっと残念なんですけど。まあでも本当にスポーツがね、お得意ということで、はい、でもやっぱりスポーツと音楽ってすごい密接ですよね。そうですね。
なんか腹筋とかも、まあ、筋トレにもなりますしね。はい。歌手の方でもゴルフやってる方多いですよね。そうみたいですね。たくさんいらっしゃるんですよね。はい、師匠、細川隆さんもですね、はい、ゴルフがすごくもうプロ級なんですけども、はい。はい。なんかやっぱり歌う前にすることで、ストレス発散にもなるし、はい、ああ。はい。だからもうコンサートの前にですね、はい。一回ゴルフ行ってからコンサートっていうのもあったりするみたいなんですけど。そうなんですか。どうですか？どう思います？いや、でも正直やってるんで。はい、ああ、はい。同じことしてます。本当ですか、はい、本番前に。そうですね。ゴルフちょっと行ってこようみたいな感じですか？たまたまゴルフのコンペの、はい。コンペに出てから、はい、表彰式でお仕事でいただいたりとか。へぇー。はい。表彰式の前に、歌を歌ってくださいみたいなお仕事も。でも汗だくじゃないですか、もう。いや、それ、そうでもないですね。だからもちろん涼しい香りのシャワーも浴びますし、はい。か。自宅をしてから歌うので。そうですよね。はい、もう汗だくでそのまま、ね、じゃあちょっと歌いますとはならないですよね。はい。すごいですね。でもパワフルな方だなぁと思っております。はい。もう私もですね、まあなんか最近はちょっと全然筋トレとかも、できてなくてですね、もうどんどんなんか筋肉だったところがなんかビヨーンとなっちゃってるんですけども、見習わなきゃなとちょっと今日は改めて。スポーツはやらないですか？スポーツですね。はい、私、まあ、短距離走が昔から好きだなっていうぐらいなんですけども、本当に、まあ、持久力がなくてですね、長距離とかってなると、はい、私もヘトヘトで、はい、走り切ったことが一回もないんですけど、長距離とかも得意ですか？いえ、苦手です。あ、よかったです。走ることは苦手なんですよ。あー、はい、そうなんですか。へ、うん、でもまあ球技とか、はい、球技の方ですね。ゴルフとかも得意だけど、はい、長距離は苦手。そうですね。マラソンとかはじゃあ、はい、苦手です。もう即答でしたけどね。はい、さあ新曲のお話をお伺いしたいと思いますが、はい、3月21日に発売された新曲です。この曲はどういった作品でしょうか。ですね、はい、ルイマチグサで竹久夢二先生の、はい、世界から来てると思うんですけれども、うん、ラサンの中のお二人がいて、はい、で、まあ、その、たまに来てくださる彼を待っている女性を描いているっていう、うん、はい、はい、私もですね、この詩を読ませていただいて、はい、この曲を聴かせていただいたんですけども、はい、この歌詞がですね、なんかこう主人公の女の人の一途さと、そうなんですよね、結局このカップルは両思いなのか、それとも片思いなんだろうかってこうすごくこう興味深くなるような作品なんですけども、そうですね。多分両思いなんですけれども、はい、でもカップルとしては成立しない、はい、切ない、はい、女性を描かれているんですね。もうこの歌詞の世界観はなんかこうどっぷりとこう演歌の雰囲気かなというふうに感じたんですけども。違うんですね。でもなんかこう、フォーク調の感じですごい聞きやすいですね。そうですね。はい。歌いやすいタッチになってるので、はい、カラオケのファンの方たちはすごく。そうですよね。はい、演歌好きの方も、歌謡曲がお好きという方も、はい、そうですね、どっちもこう興味を持つ、はい、作品だなというふうにすごく感じました。ありがとうございます。深いなというか、すごく深い気になってるんですけども。はい。普通すら帰っていく、その靴すら憎い。返したくない。はい、靴すら憎いという、はい。どういう心情だろうって、ね、はい。この発想はなかなかないですよね。はい、なんか、この、靴すら憎い、返したくないっていうような思いって、なかなか人生で経験することないんじゃないかなと思うんですけど。ね、はい。それでもでもこの新曲それぐらい好きなんですよね。っていうことですよね。はい、じゃあこの新曲をですね聴いて、はい、この世界観にどっぷりと使っていただきたいなと思います、はい、それでは曲紹介をお願いします。はい、酔い待ち草真珠聴いてください。Thank you.
ちぐさ真珠聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャケット写真がですね、はい、すごくこうカジュアルな感じでジーンズ姿に白いシャツというですね、そうなんですね、すごいカジュアルなファッションなんですけども、はい、なんかこの表情がですね、なんかよく似てる、はいのがあると言われると聞いたんですけども、そうなんですね、岡山の方が、はいはい、実はこの写真を見てアライグマのラスカルに似てるねって言い出したんですよ。ラスカルちゃんですか、はい、ラスカルちゃんって言われて、なんでですかね、でもなんでなんでしょうね、なんでわからないんですがね。はい、私もちょっとよくわかんないんですけど、はい、ラスカルちゃん、ラスカルだって言われまして、はい、ぜひ皆さんにもジャケットを着ていただきたいなと思います。そうですね、はい、アルベで検索していただくと、はい、はい、出てると思います。3月21日に新曲酔いまちぐさ真珠を発売されました。はい、ですね、素敵なおはがきを頂戴しております。東大阪市にお住まいの池永栄作さんからは、はい、いい歌、アルベ。アルベさんの歌がここにアルベといただきました。まさにうまいですね。はい、ありがとうございます。でも本当にいい一曲ですので、ぜひ皆さん聴いてみてください。はい、よろしくお願いします。さあ、そして実際にご本人にお会いして生の歌声を聴くことのできるチャンスがあるということで、はい、お知らせお願いします。はい、10月の23日日曜日には、16時会場で17時開演、これはレディーバードという私の事務所が行っております、ライブハウスの方です。こちらは、港区赤坂 2-14-13 シャトレ赤坂地下1階レディーバードです。こちらの方でライブを行います。そして、もう一箇所は、これはもうクリスマスになります。はい。12月10日土曜日なんですけれども、神奈川県は横須賀市にございます。走り水にあります。観音崎京急ホテルの方で、これはクリスマスライブ行います。これはバンドなので、そして、ビュッフェ式バイキングフリードリンクということで、オープンが17時から、スタートが18時からで1時間半ほどのライブを行います。お問い合わせ先は090-4846-4813 090-4846-4813 私の講演会の方までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。横須賀ご出身なんですよね。はい、そうです。ということはこのクリスマスライブはご出身地での、そうです、はい、はい、素敵な一日に、ね、なりそうな、はい、生バンドですしね。はい、生バンドです。フルで、フルバンドで行います。はい、皆さん、はい、ぜひぜひお伺いください。はい、お待ちしております。さあ、本当にあっという間の時間だったんですけども、はい、最後になりますが、この走れ歌謡曲を聴いてくださっている皆さんへメッセージをください。はい、まだまだ今働いている皆さん、そして、朝起きられた方、うん、ぜひですね、今日も一日元気に頑張っていただきたいと思います。ぜひまた走れ歌謡曲にも遊びに来てください。はい、ありがとうございました。本日のゲストはアルベさんでした。ありがとうございました。